東京都立赤坂高等学校はかつて東京都港区南青山2丁目に所在した都立高等学校。生徒など関係者からは赤高の愛称で親しまれた。1933年に商業学校として赤坂に開校。1948年に新生高校に開祖され都立高校では 珍しい普通科と商業科を要する学校として知られていた。1957年に現在地である南青山へ移転。1991年に普通科を募集停止し、商業科と情報処理科を要する商業高校へ改祖された。しかし、商業高校の入学者現象などの事情から、市ヶ谷商業高校と統合されて、 東京都立大田桜台高等学校となるため、2007年度以降の新入生募集を停止、2009年3月で並行された。なお、赤坂高校の校舎は、大田桜台高校の2011年の新校舎、完成までの校舎として使用された。近年の就職、進学の割合はともに約50%だった。なお、 青山霊園の一角に校舎が所在しているが2012年1月までに解体され、跡地には2014年に東京都立青山特別支援学校が開校した。ありがとうございます。